明日は大阪の関ヶ原予選最終日の大阪のやつに出させていただきます。お昼と夜ライブがあるんですけれども、まさかのホームじゃないところで関ヶ原予選最終日を迎えるわけで、とても不安なので、ぜひ大阪の皆さん応援に駆けつけてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。私はずけやすかワンマンライブが2つほど決まってるんですけれども、まず1つ目が7月の1日に台湾のジャックスミュージックでワンマンライブを開催させていただきます。はい、大阪から台湾は結構近くて安いので、このワンマンライブ絶対楽しいので遊びに来てくれると嬉しいです。もちろんワンマンライブだけじゃなくてですね、土曜日とその日曜日のお昼には 3D ライブレボリューションという台湾ライブもありますので、こちらもぜひ遊びに来てください。そして9月の2日に東京の青山リズムでワンマンライブを開催します。こちらはですね、私が東京で活動していてオーウエストという会場でワンマンライブをやるのを目標にしてるんですけれども、その朗読オーウエストとしてワンマンライブをオーウエストでやるために、まずは青山リズムをいっぱいにしようと思って開催します。今日もチケット持ってきてますので、ぜひこの後の特典会も遊びに来てくれると嬉しいです。